よろしくお願いします。お願いします。はい、どうしましょう。どうしたらいいのか分かんなくて。どうしたらいいのか重いですね。そうなんですよ。なんか丸くなっちゃってるから、タイトルに行きますか。ここら辺、はい、ちょっと押さえたいですよね。お任せで。任されましょうか。OK。お願いします。カラーも絶対した方がいいですね。あ、お願いします。OK。なんかハイライト入れてるんで、うんうん、なんかちょっと痛みがすごいんで。痛みすごい。はい、ちょ今回普通にトリートメントカラーみたいな感じで、ツヤも出しつつ、はい、いい感じにしましょうか。はい、はい、お願いします。うん、ハイライトちょっと残っていい感じになるかなと思います。あ、はい。OK。お願いします。じゃあもうカウンセリング終わっちゃう。なんか悩みとかある？あ、白髪が結構すごくて、うんうん、こうさ入ってくるのがほとんど白髪っぽいのがあって。あ、なるほど、はい、ちょっとあれですね、ここら辺が暗いかな、うん、ちょっとは全体明るくても大丈夫。そうです。あ、でもとはいえこの明るさより明るくはならない。あ、大丈夫です、うん、と多分その方が目立ちにくいと思うんですよ。行きましょう。あ、いやいや、顔割り重いですね。あと、そうなんです、うん、でなんか前おでこが狭いん で、うんうん、で前髪のこれにつむじがあるので、うん、おー、なるほど、分けれないんですよ。あ、分けても落ちてきちゃって、うんうん、だとしたらちょっと軽くした方がいいかもしれない。ちょっともう完全にボワッとしちゃってるじゃないですか。はい、すっきりかっこよく。お願いします。行きましょうか。お願いします。 OK です。じゃあすいません、ちょっと後ろすいません。はい、まあ結構いい感じのショートスタイルなんですけど、ちょっと全体がボワッとしちゃってるんで、中の量も取りつつタイトなショートスタイルっていうのに行きたいと思います。カラーは少し明るめで行こうかなと思います。まあ生えてきても分かりづらいような感じでいきます。じゃあよろしくお願いします。お願いします、はい。じゃあ今日は、根元の白髪を明るく染めながら、ハイライトによるダメージっていうのをすごい綺麗にする、カラーいきたいと思います。おなじみはアルテマリトーのカラーですね。 14N2GB グリーン。まあこれ鉄板です。明るい白髪染め鉄板ですね。根元が、3:1:20%、ちょっと透明感出していきたいかなと思います。で毛先が 2GB なしですね。はい、3:1です。で 6%3% ですね。で処理剤、まずインフォームですね。結合強化剤&浸透剤になります。で根元の方だけにテンサイトを入れて頭皮保護をして、で GLT 3熱トリートメントを根元が 10% の毛先が 20% 入れてます。でケラフェクトですね。プレックス剤根元 3% の毛先 5% 入れてます。で毛先のくせにだけ保湿剤ハウタムですね、2g 入れてます。はい、塗りましょう。で塗っていきましょう。こっちのやつです。いい感じになります。ご応募ありがとうございます。あ、いいえ、本当にキャーとか思ってそう、今回インスタグラムで募集したんですよね、はい、いつもね、なんかモデル募集サイトさんとか使うんですけど。あ、そうなんですか。はい、今日はちょっとあのいろんな、そう、年代の人をやりたいなっていうんで、はい、久々の午前中撮影。あ、そうですね、いつも営業後なんで。そうそうそう、暗い、外暗いですもんね、はい、まだね、岩崎の顔が元気。すいませんどういうことですか。いや、夜だと疲れてる時あるじゃないですか仕事終わりにやられてる。そうです、そうです、そうです。休ませてくれないんです。休ませてくれないから、それ疲れます。すごいですねいや、そうなんですよ。やっぱり営業中なかなか難しいんで、はい、こうやっても完全に予約を今日は取らないっていう形で撮影1本ってちょっと新しい試みなんですけど、はい、うん、そうすると機材とかずっとそのままでいいから、ちょっと一回これ試してみようぜって言って。それはいいですよね。そうなんです。片付けたり、そう、結局なんかなんだかんだ照明とかカメラとかを出して片付けてをなんか週何回1回2回とかやる方が大変だかなとか。そうですよね。そうそうそうすいません、だから午前中に。あ、大丈夫です大丈夫です。この時間の銀座も清々しいですよ。いや、なんか、うん、久々に来たんで。あ、本当？そうなんですよ前はあの神田に勤めてたんですけど。お、近いじゃないですか。そうなんですよ、うん、だけどもう地元で働いて。地元で、はい、でも今リモートワークとかも多いから。あ、そうですよね、うん、なかなかね。あ、銀座だとか思う銀座だ、銀座だ。久々にあの通勤途中に岩崎になったんですけど、はい、自転車乗ってる自転車で。あ、そう、2人とも自転車なんです。何ですか。いや、赤の MA1 って。あ、かっこいいですね。あ、赤い自転車乗って。あ、かっこいい。そう、何ですか。赤レンジャーがいると思ってはなんですか、赤レンジャー。主役だよ。知ってます。目立ってましたよ。 MA1 って今なんか流行ってる。でも数年前からちょっと多いですよね。ですよね、うん、あんまり流行りがわからない。あ、そう、流行りを見ない見ない、自分の好きな服を着ている。さすが。そしたら赤レンジャーになった。赤レンジャー相当駆け抜けてました。あ、本当ですか、うん、言うて自分も緑緑緑です僕も緑の服に、はい、あの緑のマウンテンパーカー着て、はい、あの緑の自転車です。なんか私だけすればいいんですけど自転車なんですか。自転車です。言うて自分
緑じゃない。そう。緑レンジャー。緑レンジャーなんていないから。いますよ緑。え、赤、青、黄色、ピンク。緑。いますよね緑。いるな。全体ものだった。いるね。ミドレンジャーいますよ。それないのもあります。いますよね。結構しかも大切なポジションですよね。結構そうですよ、ね、大切ですよね。大切なポジションじゃないし。だから赤、青、緑が男で黄色とピンクが女ですよ。あ、そうですよ。そうですよね。ちょっと黄色ちょっとオカマっぽい感じ。あ、そうですよ、ね。すごいね。そう考えるとあれね、日曜の朝9時からのやつですよね。大体。まあ、そうですね。だって俺が子供の頃から今の子供も全員そういう戦隊ものっていうのを見てるわけじゃないですか。はい。すごい話じゃん。ずっと続いてんの。そうですよ。でも途中からちょっとさ、ママを狙ってイケメンを出すようになって。だってあれが登竜門ですよね。そうですよね。うん、で昔そうでもなかった気がする。昔から出てましたよ。え、イケメン？イケメン。あれでイケメンで成功すると舞台俳優になるんですかみんな？あ、みんな俳優で出てますよ、ね。俳優で福士蒼汰さんもそうですよね。福士蒼汰も、うん、佐藤健も、うん、瀬戸康史も。あ、そうなんですか。ってところでキバですよね、仮面ライダー。私めっちゃ見てましたもん、あれ。なんだっけ、戦隊ものから始まって、どういう順番か忘れましたけど、はい、日曜日の朝にプリキュアに行って、仮面ライダーに行って、なんだっけ、ワンピースからの、ドラゴンボールからのワンピースみたいな。ドラゴンボールそんな時間にやってないから。やってましたよね、最近。今はやってないんですけど。俺の時代はやってない。わ、7時半とかでしたね。そうそう、水曜日の夜。10時の夜とか。え、やってましたよ、でも。なんか見てた気がします。ほんと？時代違うんですよ。うるさいわ。え、戦隊ものの後にママレードボーイ。そうですよね。戦隊ものなんちゃらレンジャーやって、ママレードボーイやって、じゃあプリキュアプリキュアがいます。ママレードボーイやってたって。プリキュアですって。で、なんかこの後に何見たんだっけ。9時は何でした。9時金魚注意報ですか。わ、それ土曜日。あ、土曜日。セーラームーン的な感じの。あ、そうそうそう、女の子。そうそう、そういうやつですよね。やって題名のない音楽会に変わる。それは一緒なんですね。題名のない音楽会でした。子供の頃、結構長い期間さ、題名のない音楽会という題名についてすごいなんか憤りがあって。え？え？すごいね、キャッチコピーじゃないですか。はい。題名のない音楽会。そんな、あれ、そう、毎回見るたびモヤモヤしてた。題名のない音楽会ってなんだ。え、絶対いるってそういう人。かもしんないけど、私の周りはいない。なかった。このままあれでしょ、キリコの。あ、遅く起きた。起きた、そう。懐かしいね、日曜日テレビ見てた。美容師になって一切なかった。あー、そうですよね、はい、日曜日が一番忙しいですもんね。午前中見て、で、なんかダラダラしてみたいな。夏はそうめん食ってみたいな。今何がやってるのかもう分かんないですよ。プリキュアも戦隊ものも仮面ライダーも。プリキュアは毎年新しいのやってる。新しいやってますよね。はい。戦隊ものも。戦隊もの今は誰が俳優なのかもうさっぱり。確かに。大体主人公ってうざいですもんね。え、どういうこと？思いませんあれ、なんか。なんかちょっと癖ありますね。癖ありますよ。主人公ってうざいですよ。なんか、わかります？主人公の割に主人公っぽくないみたいな。なんか、もう熱すぎて、うざく、キャラがうざいんですよ。収蔵的な。大体なんかちょっともう熱血すぎて、うん、プリキュアのなんか主人公っぽい子もすごい諦めないでみたいな。諦めない熱血すぎてマヤミキかなって思うぐらい。マヤミキに謝れ。マヤミキかなって思う。とてもいい話でした。じゃあこれで時間を取りましょう。で、トリートメントインのカラーで温めます、はい、これ引いておきます。僕の動画って見たことある？あ、見てます。あ、本当、ありがとうございます。昨日も見てきて。あ、昨日出したやつ、はい、ショートのやつです。ありがとうございます。これよく登場する。いつも素敵だなと思って。あ、本当、今日もっとかっこよくします。よろしくお願いします。お願いします。はい、じゃあ時間置きます。はい。お疲れ様です。はい、時間経ったんで外します。はい、リセします。で、加温後に、トリートメントもう一回足します。アクアですね。失礼します。で、これでクーリングと乳化と、あとはトリートメント CMC の補給っていうのをさらに行います。この時間相当大事ですね。軽くテンションかけずにコーミングしましょう。まあいい感じですね。とりあえず今日はめっちゃツヤ出ますよ。ナイス。ほんとしてもギシギシした。ギシギシ任せてください。で、これで時間を置きます。で、5分後に流してからアフターカラーホームゼロをつけて、その上からノットのシャンプーで栄養補給しながら、そのままトリートメント、システムトリートメントですね、ハリミのコアミにします。はい、お待ちください。さあ、お疲れ様です。ありがとうございます。はい、串通り違うの分かります。違います。スンスンいきますよね。
はい、OK、じゃあ行きましょうね。はい、はい、楽しみにしててください。よいしょ。はい、全体見ていただくと襟足がやっぱりもたついてますよね。すごいかなりもたついてるのと、あとは多分むげさん結構下の方まで生えてるタイプの人、こういう生え際の人のショートって結構難しいんで、しっかりと襟足攻めてあげた方がかっこいいです。でちゃんと量も取って肌なじみのいい襟足、ショートは本当に襟足命になってくると思うんで、トップの丸さのシルエットと襟足のタイトさ、そこを今日はしっかりといきましょう。はい、ちょっと下向いてください。はい、すいません。じゃあカット解説いきます。でこれぐらい下まで生えてる方はもうちょっとバリカン入れちゃいましょう。失礼します。でここセンターの生え際はここで、襟足はここなんで、ここにできる限り合わせていく方がいいですね。なんでちょっとだいたい右の方が下まで生えてる人の方がなぜか多いです。でこの状態で襟足をきれいにするためにレザーで切ります。まずアウトライン少し切ります。であまりタイトにしすぎるとすごいショートになっちゃう、タイトというか短くしすぎちゃうとすごいショートになるんで、程よく長さを残しつつビデタムを切る、こうしてビデタムを切る、うん、もうこれだけで結構肌なじみが良くなるんで、これにレイヤーを入れて縦に取ってこの角を取る、はい、縦に取って角を取る。でハの字スライスですね。であんまり今日ショートショートしたくないんで、ここの耳後ろのアウトラインは切りません。後ろまで行きます。そうするとここが前下がりになってくショートカットができます。はい、逆サイド同様ですね。よいしょ。はい、こんな感じで、で次中段行きましょう。中段もしっかりきれいにコーミングしてあげたら、この下の延長線上、このレイヤーの延長線上で切ります。はい、こうしてこうです。で少し後ろに引きます。ワンパネル後ろに引いて切ります。はい、逆いきましょう。このラインですね、この下からのラインをきれいに切っていきます。後ろに引く、で後ろに引きつつ前のパネルのガイドを元に切っていく。そうするとタイトになってきます。だいぶキュッと。はい、次いきます。全体で今日は4段でいきましょうね。頭の丸みがしっかりとあるタイプなんで、ちゃんとそこはいきます。でこれ上の方ほとんど切るとこないです。なんでかっていうと今日のモデルさんはレイヤーが入ってた、なんで上の方はほぼ切らない。下に重さが溜まって上にレイヤーが入ったショートって四角くなるんですよね。だから基本的に四角くならないように今日はメリハリをすごい出していきたいかなと思います。でアウトラインは切らないから、ここは少し長くなっていく前下がりですね。はい、このまま切ります。下からの延長線上で切ります。後ろに引くことを忘れないで。はい、ここがウェイトポイントですね。ピッと言います。でここは少し持ち上げるんだけど、切るとこはほんのちょっと、ここも一応ワンパネル後ろに引いて切ります。はい、結構このトップにレイヤーめちゃめちゃ入ってるショートの人多いんだけど、そうするとこの後頭部の丸さ出ないんで、この後頭部の丸さは頭を小さく見したり身長高く見したりするんで、ここを大事にしましょう。はい、次いきます。真正面向いてください。はい、でここまでできました。真横から撮ってみようかな。後頭部の丸みがありつつこの首が細く見えるようなラインっていうのができたんで、ここまで切れてるんで、ここから先いきます。切れてるところからチョップで前下がり切ります。はい、これがアウトラインで、そしたら縦に引き出して、で後ろのガイドに合わせてグラデーションに出てきます。で次イヤートゥーに引っ張る、一個後ろに引っ張ることによって顔周りが長くなります。はい、こうですね。こういう感じ。この顔周りは長く残しておいてください。ドライで切ってもいいぐらいなんで、ドライで切ってそのモデルさんだったりお客さんの顔の形に合わせて顔がどんだけ小さく見えるかっていうのを考えながら切ります。ベースはだから前下がりでいいですね。後ろに引っ張って切るっていうのがおすすめです。はい、同じくですね。はい、後ろに引きます。そうすると、はい、こうですね。後頭部の丸み、タイトで、ここに後で切れる遊び抜けができます。逆サイド同様です。はい、まずノンテンションで落ちる位置をコーミングしたら、先ほどのここイヤートゥーのところから前下がりにアウトラインを設定します。はい、そしたら縦に引き出して後ろのガイドに合わせて切る、で縦に引き出して後ろのガイドに合わせる、同じく全部イヤートゥーに合わせて
で切ります。はい、そしたらトップも同様ですね。はい、全部イヤートゥーンとかに引っ張ります。まあショートの基本ですね。でドライで顔周りを決めた方がモデルさんに合うかなと思います。で最後トップ、モヒカンガイドのとこだけ角出てくると思うんでほんのちょっと切ります。真上に引き上げて、ここ前下がりになってるんですよ、ラインが。サイドが前下がりになってるんで、ここも前下がりになってるんですけど、このモヒカンガイドのとこだけは水平ぐらいでいいかなと思います。はい、そしたらカットが終了ですね。はい、もう分かりますね。この後頭部がタイトが、丸く差が出て、襟足がタイトに、首が細くなる。こうすると身長がここまで上がったように見える。今日いらっしゃった時ってこの頭のボリュームポイントが下にあったんで、そうすると姿勢も悪く見えるんで、これをしっかり切りました。乾かしましょう。乾かす前 PLT ですね。髪質改善レブリンさんのミストです。よし、手を入れてリンクでいきます。よし、一回乾かしましょう。はい、乾かし終わりました。色大丈夫そうですね。バッチリ、はい、綺麗な色になりました、はい、グリーン系ですね。はい、でまあちょっと横から見てください。はい、こんな感じ。このトップの丸さもう完璧です。これ以上触らなくていいと思います。モデルさんもともとついてあったりするので、なんでここから下ですよね。ここ今日切った、結構しっかり切った部分っていうのを量取っていきます。まずまあいつものこれのチョップカットですね。また下見てください。はい、ありがとうございます。まず襟足はラインを出すためにちょっと飛び出てるやつをこのセニングで落とします。でこの三つ襟の毛結構しっかりと出てる場合はルーツセニングをこう入れて産毛のようにします。第一線は産毛のようにするっていうのが僕のショートのカットの鉄板ですね。で出てるんです。はい、そしたらこうウエストの時と同じ角度で引き出してしっかりとブラントカット直線のところを消していきます。でここ特にブラントすごい強いですね。なんで引き出して引き出して、そうするとどんどん馴染みのいい髪ができます。ここセニングで行っても絶対馴染まないんですよね。まずはこれチョップカットを入れてあげる。でちゃんとしたカットラインが取れてるっていうのが理想形です。こんな感じで。でこっから上結構もうさっきほとんど切らなかったところなんで、ちょっとあんまりラインが崩れないようにサクッと目でいいと思います。さっき切らなかったってことは結構疲れてる状態のところが多いんで、ちゃんと見極めてラインを出してあげたら、まあこういうところですね。この上はもういらないです。こういうのもできるから、こう初っ端のカットラインをそのままなぞっていった方がいいんですね。よくなんかコメントとかで最初からチョップだったらいいんじゃないっていうのがあるんですけど、そうするとまあできる人はいいんでしょうけど、僕ブラントでライン作ってからチョップした方がやっぱ圧倒的に綺麗なのと、チョップでそんな綺麗なシルエットって作れないんで、まあ、作れる人はそれでやっちゃっていいと思うんですけど、僕はこのやり方でいきます。はい、真正面向いてください。よし、いい感じですね。よし、でサイドいきます。サイドも同じくブラントが残ってそうなところを見極めつつチョップを入れます。よいしょ、顔周りも最後の最後まで取っときます。逆サイドはですね、はい、そしたら両肝を取っていきたいかなと思います。やっぱこのボンノクボあたり、ネープのあたりっていうのは重いんで、ここにスライド入れようかなと思います。はい、失礼します。よいしょ、このアウトラインの上のあたりですね、をしっかりとちょっとスライドで取ります。で最後の最後取りきれなかった分をセニングしてあげるっていうイメージがいいかなと思います。はい、毛束感を出すためにスライドカット、内側の毛を取る感じで取って、ちょっとまだ重いなって思うところをセニング。はい、少し最初からセニング頼みにしない方がいいですね。よし、こうするとかなりタイトになります。じゃあ耳後ろですね、絶対重いところ、ここをルーツからセニング入れます。よし、はい、もうこれで後頭部と襟足はバッチリなんじゃないでしょうかね。頭すごい小さくなります。
じゃあここからサイドですね。サイド顔周りいきたいかなと思います。まず耳のところが透けるようにこの耳上のあたりはちょっとスライド入れましょう。耳にかけたりとかそういう時に綺麗に収まるようにしましょう。はい。で今日モデルさん第一印象顔周りがやっぱちょっと重たいなっていうのと、まあ、襟足が重たいなだったんでその顔周りの重たさを取ってあげるために最後に前髪付近のデザインっていうのを作っていきたいかなと思います。はい、行きましょう。こういう感じですね。少しこの表面の下側、表面の下側をスライドで取ります。こういう形で頭の形が綺麗に見えるようにスライドを入れます。よし。この表面の下側ですね。表面の下側、表面の下側。はい。さあそしたら前髪いきます。まず前髪の幅をしっかりと取ります。ただ今日は ここの毛をうまく使って顔を小さく見せるカットっていうのにしたいんで前髪そんなに分厚あのワイドにしない、これぐらいかな。あんまりワイドにならないように見極めます。これもさすがにちゃんとだっから取った方がいいですね。こういうショートの一番大事な部分で。でまず目に入らないように目の長さぐらいで切ります。セーニングですね。もうちょいいきます。よし。ラインが取れたらちょっと上に上げてレイヤー気味に入れます。うん、これぐらいでいいんじゃないでしょうか。はい、ちょっと細かいとこ整えて、そしたらちょっとずつ顔周りを作っていく。まずこの前髪の脇、よし。ここで前髪スタートの徐々に閉じる。はい、逆サイド用ですね。ハサミを入れたらこのスタート地点からちょっとずつ閉じる。はい、これでまずこの頬骨を隠す。で次ですね、そのまま全部の毛が横に消えていくようにします。はい、一緒ですね。はい、はい、そしたら軽めに前髪とこの脇がなじむように取ってセニングですね。よいしょ。そうすると顔周りっていうのがもう今日いらっしゃった時のなんか重たい感じっていうのが全部取れて非常に顔が小さく見えるんだけどさらにすっきり見える。さあいいんじゃないですか。よし。じゃあちょっとこのままスタイリングついでに耳の結露を作りましょう。GLT グリオキシル酸が入ってるんで熱入れをしてきます。サクッとですね。でショートはこのついでに内巻きを作ってあげるといいですね。うん、そうするとハイライトもこの綺麗に出つつ根元がしっかり染まってでさらにダメージっていうのが感じない髪質になるかなと思います。はい、じゃあサクッといっちゃうんで一回飛ばします。一回触ってみてもらっていいですか。軽いし手触りがいい。軽いですね。 OK。 すごい、なんかすごい重たい印象だったっていうのがあって、でやっぱ下の方にすごい重さが溜まってるとそれだけでなんかどんより見えちゃうんで、はい、やぼったく見えるしね。なんでちょっとしっかりとメリハリをつけて見えますか、このひし形。さらにこの顎ラインのこの延長線上に来てるんで顔が小さく見えるのと襟足もすごいタイトにしてるんですね。ちょっと後で後ろを見せしますね。はい、小さい頃から、うんうんうん、あの同じ型にずっと切ってもらって。お、小さい頃からもう小学校ぐらいから。すごいじゃないですか。20歳までずっと切ってもらって、うんうん、でも同じ髪型ないですよね。まあね、分かる。ね、気持ちは分かる。僕も多分あの20年ぐらい担当してるお客さんとかいるんですけど、はい、長と変わり映えしねえなと思われてるかもしれない。いやだからそれで YouTube 見てて、うん、あーとか思っていろんなことしてるみたいな。いろんなことしてるありがとうございます。いやでもね、それね、美容師あるあるであり、やっぱ流派は変えらんないんですよ。カット流派は変えらんないし、やっぱりどうしてもね、あの自分の好みとか求めるシルエット像があるんで、たまにね、変えてみるといい。あ、本当に。そうそう、変えて、特に髪質にすごい悩みがないタイプなんですよ。髪の量はちょっと多いし、少し硬いじゃないですか。でもそれぐらいなんです。ものすごいうねりがある、あとはもうすぐチリチリになっちゃうとか、そっち系の悩みがある人は下手なとこ行くと、とんでもないことになっちゃうんだけど、この髪質だったらたまにちょっと気分転換してもありかもしれない。いっぱいしたら戻ればいいんです。
あ、そうそうそう。失敗して戻れない髪質の人がいるんですよ。あ、例えば宿毛矯正やってる人とかね、あと、まあ、ブリーチメニューがすごい好きな人とか。あ、そうなんですね。ブリーチぐらいだったらまだいいですけどね。宿毛くせ毛系、髪質改善系今流行ってて、あれ失敗するとえらい目あるあるんで。あ、そうなんですか。うん、だからね、この髪質だったらちょっとね、いろいろやってみても面白いかも。はい、気分転換に。もういつもずっと来てもらってるミュウさんにはごめんごめんっつってごめんごめん、うん、ちょっと気分転換、旅行行ったみたいなもんっつってさあ、ちょっとスタイリングしましょうかね。はい、失礼します。で、結構張り腰があるんで、あのバームじゃなくていいです。オイル、今日デンスオイルっていうのをつけますね。アロディアデンスオイル、金木犀の香り。お、ちょっとつけよう。よいしょ。シャンプーもすごいいい香り。あ、使っていただいてます？あ、いや、あの、あ、うちの、あ、そう、めっちゃいいですよ。いいですね。これもいいです。あ、本当ですか。これすごい、なんか普通のオイルと違って、なんかすごいちょっと質感がおしゃれ。なんかただオイルつけてますっていう感じじゃなくて、なんか内側からツヤが出るんですよね。それがすごい良くて、うん、あ、すごい、まあ、めっちゃ匂いも良くないですか。いいですね。しかもオイル特有の酸化しないんですよ。どんどん進化します。ずっとこの匂い続くんですか。そう、良くないですか。だからもちろんあの匂いはほんわか緩くはない。もちろんずっとつけたての匂いだと結構激しいから、ちょっと薄くはなるんだけど、変な酸化した匂いにならない。さあ、ちょっと答え見てみましょうか。はい、襟足びっくりしますよ。こんな感じ。おお、素敵ですね。頭めっちゃ小さくなった感じしません？そうなんです。ぜひご自身の動画をビフォーアフター自分のは見れない自分の見ていただくと、はい、すごいなってなると思います。いつも言ってる美容師さん、すいません、撮影協力してもらいました。全然全然。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。すっきり、すっきり小さくなって、軽くなりました。顔も小さく、はい、やっぱここら辺の顔の抜けってショートすごい大事なの。あと襟足です。しっかりとウエイトコントロールと、あと襟足の肌なじみっていうのを頑張りました。でカラーも、ダメージレスカラー、ダメージが少ない離島のカラー、アルテマ離島のカラーを使って、でさまざまな処理剤っていうのを混合しながら、すごい手触りのいいツヤのある髪っていうのを作ってみました。はい、こんな感じで今日はありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと変身しましたね。はい、以上です。ありがとうございました。お疲れ様です。バッチリじゃないですか。ありがとうございます。あ、ツヤが。あ、メガネなしで見えました。あ、大丈夫です。一応もう一回出ましょうか。はい、こういう感じ。すごいですね。来ましたね。来ました。お疲れ様でした。ありがとうございます。はい、じゃあご準備ください。お疲れ様でした。ありがとうございます。はい、バッチリでした。ありがとうございます。お疲れ様でした。お疲れ様でした。午前中撮影。明るい。はい、これ多分動画初じゃん、X で。あ、これですか、うん、どうですか。好評です。どうも、かわいい。渋谷のラティスっていうお店にいる福間さんっていう人にやってもらいました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。はいはいはい。